今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は高知市モンテにやってきました。イタリア料理モンテで、駐車場ここに20台分ぐらい止められる駐車場があるんですが、まあ、ほぼ満車になってますね。でここ満車になった時はこの左側行ったところの駐車場に止めて、で料金を精算の時に駐車券をもらうというようなシステムもあります。ジンジャーソース、魚フライ、メンチカス、やっぱスターランチとかありますが、私はジンジャーソースがいいかな。はい、ここに書いてますね、コインパーク、デイパーク。セッタパンナコッタですね、今日は。はい、とっても広いお店ですね。ここも久しぶりに来ましたね。ランチのスープ来ました。安定の味ですね。美味しいです。ランチ来ました。チキンのジンジャーソースですね。サラダ、このサラダは独特のドレッシングがかかって、この大好物ですね。でご飯にしました。じゃあまずサラダやっちゃいます。うん、美味しいです。この塩梅がちょうどいいんですよね。ではチキンやっちゃいます。チキンチキン、うん、すごい生姜の香りが効いてますね。いの町は生姜栽培発祥の地ですので、ね、嬉しいですね。美味しい。これご飯がどんどん進みそう。ご飯進みそう。はい、おばあはミンチカツです。大きいね。じゃあどうぞやっちゃってください。どはい、ではおばあにメンチカツもらったのでやっちゃいます。味はあのデミグラソースの味なんで、普通にハンバーグですね。揚げたハンバーグ、まあ、これこれでボリュームがあってね、お腹いっぱいになりそうです。でもやっぱりフライにしてる分おじいの好みじゃないな。はい、完食です。